どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。今回はリーグオーダーに最終称号チャレンジを行って、皆さんにオーダーのご紹介をやっていきたいなと思います。そしてですね、ただいま平均高評価数が300超えで、このプロスペース毎日投稿という企画を行っております。プロスペースの動画毎日見たいよという方は、ぜひとも高評価チャンネル登録していってください。さあ、では早速やっていきましょう。今回称号チャレンジを行っていくのは OB およびワールドスターの選手ですね。この大谷選手、田中将大選手、そしてブラックス選手、パウエル選手、そしてミスターというところに称号チャレンジをやっていきたいなと思います。ただですね、現状かなり同値問題に苦しんでおりまして、このブラックス選手ですね、ここがうまく同値になれば、ミスターやハウエル選手もやっていこうと思うんですが、まあ、そこが同値にならなかった場合はちょっといろいろと、同値が崩せないので、まあ、他の対策を行っていくというところでやっていきたいと思います。ということで、まずは、全員に称号をつけてこのオーダーを完成させましょう。そしてまあどういったオーダーなのかというところを今回ね、後半でご紹介させていただきたいなと思います。ようやくシリーズ2のガチオーダーが完成でございますということで、ようやくね、ワールドスター、そして OB の育成もやってきましたというところで、ピッチャーからまずはいきましょう。大谷翔平選手は結構持っているので、まあただ野手大谷選手も出るだろうということで、これはサポートアイテムを使って、はい、1回で仕留めたいと思います。一応球威型だけ崩れると困るので、それだけよろしくお願いしますというところではありますね。おっ、やっ、あー、いけるいける。永久期間は、はい、これ最高ですね。球威スタミナ同値型というのも、まあ、今のコンボにはかかってきてないんですが、キープしつつの、はい、称号ということで素晴らしいと思います。一番いいのがついたと思います。で、続きまして、ゴンドウさんにつけていきましょう。はい、ゴンドウさんどこにいるんだいと。ゴンドウさんに関してはもう A ランク持っていないんですが、それでもですね、 S ランク限界突破コーチをなんと使ってでもつけたいと思います。はい、それくらい一度ガチに仕上げるというところですね。まあここまでもう仕様を考えて、獲得しておりました。いきましょう。ここもサポートアイテム使います。お、超特急。これは一応球威型になる可能性もあるっちゃあったんですが、まあ現状では問題はないので、はい、まあ星4の称号がついてよかったなというところでございます。では続きまして、ブラックス選手いきましょう。ブラックス選手なんですが、ミートがパワーを1個上回ってほしいんですよね、おそらく。というところで言うと、切り込み隊長かミート自慢か、まあこの辺か。いやでもやっぱ星3星4称号をつけたいというのはあるので、ちょっと一旦サポートアイテムを回収。さあ、ということでブラックス選手称号をつけていきましょう。ここもなんと限界突破コーチを使います。サポートアイテムめちゃめちゃ溜まってましたので使います。いきましょう。稲妻は、タイプは変わらないというところで、まあ称号までをねつけたいというところでしたので、ここは残念ながら同値にはならなかったということで、はい、今回とある対策をもう行っていくしかないかなと思います。まあ現状のオーダーがですね、これでまあミスターや、ハウエル選手は同値を残したまま、コンボとしてはですね、今ミート型が8人、そしてパワー型が、7人という形になっております。これではですね、星さんのコンボが一つ発動しませんので、まあどうにかしないといけないんですが、まあ一応ね、なんとかなるというのがこちら。はい。まあギータの称号を外せば、ここがミートパワー同値に戻りますので、もうそれをやるしかないのかなと思います。はい。パワー型が一人増えると。例えば、田村選手の称号を外すと、パワー型が一人増えて、ミート型が1人足りないという状況になるんですが、どちらにせよちょっと厳しいものはありますね。ということで、はい、もうギータの称号を、現状外しかないかなというところです。他はなんか同値が崩れたとかっていう選手はいないので、ちょっとあまりに同値チャレンジを失敗しすぎましたね。はい、ブラックス選手、ビシエド選手、山田哲人選手、坂本選手、田村選手、鈴木大地選手、太田大志選手、これだけの選手がですね、同値チャレンジができたのに、森友哉選手もですね、一人も同値にできなかったと。もう限りなく称号チャレンジの運に
見放されていたなというところではありました。ただもともと同地の選手をたくさん集めていたので、まあそこでなんとかもう何人か称号がついてない選手っていうのが生まれてしまうというところはあるんですが、まあなんとかですね、はい、同地に関してもうまく運ぶことができたんじゃないかなと思います。ということでこれを外して、まあ星1称号なのでまだ外しやすいというのはありますね。外したのをすぐつけれるようなシステムになると嬉しいなと思うんですが、まあ外せる機能があるだけでも嬉しいと思います。さあこれでついにフルコンボになりましたというところです。はい、こちらのオーダーご紹介していきたいなと思います。まずは野手の方を見ていきましょう。ではまずはスタメン選手から見ていきまして、キャッチャーがセレクション森友哉選手ですね。将来的にはここは同じミート型の古田さんに変えられればいいなと思っています。ただもう森友哉選手も素晴らしい打撃能力でございますので、はい、いや、いいキャッチャー手に入っているなというところです。で、続きまして、ファーストがビシエド選手ですね。はい、このシリーズから適正も C になったので、打撃も強くていいと思います。まあ、できれば称号でパワー A 持っていきたかったなというところはありますね。はい、続きまして、セカンドが山田哲人選手ですね。もう今、オーダーを作るにあたって、この山田哲人選手、そして柳田選手というところは本当に外せないという形になっていると思います。で、サードがミスター。はい、ミスターも頑張って手に入れましたと。なんといっても今年のミスターはサード適正 A なのが非常に素晴らしいですね。そしてショートが坂本選手、はい、驚異のスラッガーがついてパワー85、ミート82という能力になっております。本当に4番を任せたいと思えるような打撃能力、ショートで素晴らしいですね。はい、で続きましてレフトが筒香選手ですね。はい、こちらも星4称号がついて単純に能力はかなり強くなっています。まあレフト適正 D というところでそこだけちょっと懸念点ではありますね。はい、そしてセンターが柳田選手でございます。まあ今称号を外して同地という形になっておりますね。でラストライトが、ブラックス選手でございますと。いやー、ここも同地なんとか狙いたかったところではありますが、まあ守備もうまいし非常にいいと思います。ただブラックス選手に関しては、太田大志選手が、まあ、ライト適正 A、 そして補給スローイング肩もかなり高いで、まあ走力も高いというところで、まあ、やや打撃能力では劣りますが、まあ、太田大志選手スタメンっていうのもあるかなと思っているので、そこは今後も考えていきたいなと思います。でベンチ枠があと今宮選手セレクション、そしてアニバーサリーの鈴木大地選手、ミートが A にはなってくれました。はい、そしてロッテの田村選手という形になっています。まあ、よく田村選手なんで入れてるんですかというコメントいただくんですが、まあ、シリーズ2で極みになるのがこの田村選手しかもういないからというところですね。はい、野手はこんな感じになっています。そしてコンボとしましては、ミートパワー同値を使って8人ずつミート型パワー型がいます。そして超重量打線、超安打製造機、ここにありますね。はい、さらにはもちろん、このチームは全員特殊能力をマックスに、しっかり育成して行っております。合計特殊能力レベルが360、そしてもちろん特訓レベルも全員10という形になっているということで、まあしっかりとね、野手の特能は増やしていると。まああとはですね、今後、この極み系の特能ですね、ここもちょくちょく増やしていけると、より強くなるので、まあ今後 OB とか通常選手狙う際には、いろいろ考えて引いていきたいなと思います。まあ、超アーティストとかが特に今だともうリーチだと思いますので、まあその辺は狙いどころかなと思います。はい。続きまして、投手の方を見ていきましょう。まあ投手の方がですね、本当に今季、前期と比べて、コンボを充実させたというところですね。まあ本当にシリーズ1ではですね、最強決定戦でもう最終日までずっと一桁争いを繰り広げるという熱戦を繰り広げながらも最終日結局一桁に入れなかったので、まあこのね、悔しさを晴らすべくというところで星3のコンボをもう一個追加して頑張ってきましたと、いうことで、まずはそのコンボのご紹介からいきますと、はい、まずは違うな、超力戦奮闘、まあ9位型ですね。はい、9位型の選手が8名以上います。そして超変幻自在、変化球の数が、平均数6つ以上、 B 以上が15個以上を達成しております。これ意外と大変なんですが、まあ今期でいうと菅野投手、山本由伸投手あたりを持っていると、まあ発動しやすいかなとは思います。はい、そして超剛腕投手陣、まあここももちろんというところなんですが、それに加えてこちらスタミナ A 以上の選手も8人集めたということで、いやー、これでホッサンのコンボがシリーズ1の時と比べて1個増えているので、もうそこで戦っていくしかないのかなと思っております。はい、ということで個々の選手を見ていきますと、先発が、アニバーサリー菅野投手、千賀投手、
そして岸投手、素晴らしいですね。はい。で、ワールドスターの田中将大選手、通常の則本選手という形になっております。ベンチ枠にはセレクションの大瀬良投手がいますね。ここは悩みどころです。大瀬良投手を、第5先発にするのか則本選手でいくのかは悩みどころなんですが、まあ則本投手の能力も高いというところと、まあ一応特殊能力下位があるということで、今は則本投手にしてみています。まあこの辺はリーグオーダーの成績を見ながらやっていければいいかなと思います。はい。そして中継ぎが権藤さんの成績が毎週素晴らしいです。はい。そして阪神ジョンソン投手ね、シリーズ2引いたはずなんですけど、寝ぼけて食わせてしまったか何かでなぜかいなくなっているというね、非常事態が起こっております。はい。で、山本由伸投手、大谷投手という形になっていますね。本当はこの2人とか先発に回したいんですが、まあ中継ぎにスタミナ A の選手を2人入れないという、2人入れないといけないという観点から、まあ権藤さんは確定で、まあ大谷投手も入って、まああと中継ぎ適性持ってるのが山本由伸投手のみというところですね。はい。で、僕は抑え適性はしっかり S 持ったピッチャーを置きたいので増井投手入れているんですが、ここはですね、将来的には山崎投手とかに変えていければいいなと思っております。はい。そんな感じのオーダーですね。もう今育成途中の選手もいないので、これが、今日時点での僕のガチのリーグオーダーという形になります。ついにこちらのオーダーが完成しましたので、まあ最強決定戦を待ちわびながらも、それまでに OB と送ればしっかりとまたですね、補強していきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。プロスペースの動画いつも楽しみだよという方は、ぜひとも高評価チャンネル登録していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。